原発さん専属のヤドゥです。さあ本日はヒーワー機動戦士ガンダム逆襲のシャアということで、まあ三強といえばガンダムおなじみですが、ファーストガンダム、そしてゼータときてついに逆襲のシャアが登場と。でコンテンツ的にもね本当に注目されてる方多いと思うんですけど、今回スペックも本当に注目すべき一点なので、早速私の方も打っていきたいと思います。
記憶とともに。アクシスが割れるぞ。今計算してみたが、アクシスの後部は地球の引力に引かれて落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。シャア、なんでこんなものを地球に落とす。アクシス落下を阻止せよ。前の方は地球から離脱しますが、後ろの部分が爆発でブレーキをかけられましたから、軽くなって落ちないはずだ。アクシスを分断させる爆発が強すぎたのです。残り400秒。シャアの手伝いをしたのだ。貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。バカなことはやめろ。うわ、アクシスの落下は始まっているんだぞ。たかが石この一つをガンダムで押し出してやる。どうした？アクシスが地球から離れていきます。おめでとう。ん？フィーバー。おめでとう。
作こちらも楽しめる形になってるんですよ。で、今回、プレミアム逆襲ラッシュと、こちらのねこの仕様も本当に見事に、楽しいものとなってるので、もうこれはホールに導入されたら、まあ、私の方もねまだまだ見れてない演出もたくさんあるんで、ぜひうちに行きたいと思っております。それでは DMM パチ担当ヤドゥでした。